い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。です。はい、今日の動画なんですか。見た目だけで当てろ、デジモンキャラ名前当てクイズ。ほい、来ました、デジモン。はい、デジモンのキャラは初めてじゃないですかね、はい、お二人は多分知ってるとは思うんですけれども、そんなに多分深くまで知らないですよね、うん、そうだね、あのほんと最初の頃じゃない、うん、ねえ、アグモンとかね、うん、そう、あの辺と、え、アグモン出ないの？アグモン出ないの？アグモンとか出る、そういう系じゃないですね。だからあの見た目がちょっと変わってるやつで、うん、その名前当ててもらう、うん、あの予想シリーズの方ですね。あ、なるほどなるほど、ね、そうです。だから知らないモンスターばっかだと思うんですけども、まあ、見た目で当ててもらうっていう方のクイズになってます。いや、もう結構数めちゃめちゃ多いんじゃない？もう何百いるでしょ。めっちゃいるっぽいですよ。そんないるんだよね。だって当時から今まで続いてるってことは、そんだけそんモンスターいるってことだもんね。まあ、そっか、20何年分ってことだよね。うん、いいじゃないの。はい、はい、ではやっていきましょう。はい、はい。まあ、デジモンはあれですね、基本的に何々モンっていうのがついているって感じですね。はいはいはい、そこはいいね。そこはその辺が ねまだ当てやすい感じはある。うん、うん、では1つ目、はい、はい、こちらです。あ、いや、いたよねこれ。何これ。そう、知ってんのももしかしたらいるかもしれないですね。あ、いたいた。え、まあ文字数だけヒント言いますか。じゃあね、全部、うんうんうん、門の前が、うん、3文字です。え、3文字、これ何、これ何なんだろう、これじゃない。はい、ちょっと分かんないな、はい、あまりこれかな。では高橋さん。はい、はい、これじゃないの。バン、おたまもん。おたまもん、おたまもん、うん、うん、はい。では、K さん。バン、ナマズモン。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 言い方もいいね。ナマズモン。ナマズモン。ナマズ。うん、正解は、うん、おたまもんです。おお、よかった。ナマズ。ナマズ、おたまじゃくしでしょ。おたまじゃくしですね。ねえ、おたまじゃくし、ナマズって長いイメージとか ねえ、ひげとかあるよね。なんかこのいいよね、そのさ、つるっとしてる部分とさ、あとこのなんか、うん、腕とかってゴリゴリに描くじゃん、デジモンって。あ、そうね、なんかこのギャップがあるイメージあるよね。ねえ、ね、進化前のやつもね、うん、結構このゴリゴリな絵と可愛い部分がある、うん、確かにね、なんかそういうイメージがある、なんかデジモンの絵って、うん、懐かしい。では次、うん、こちら。おー、何これ。もうあれだよな、あれだよな、あれだよね。3文字かな、きっと。3文字でしょ、きっと。前が3文字です。お、じゃあもう来た来た来た、これはもうこれじゃない。もうそれはこれだろ、気持ちいいねこれは。うん、ではたかしさん。はい、焼き芋。あ、焼き芋、そっちか。え、じゃない、え、なになになに。え、こっちか。なになに、なんかすげえ早かったから俺と一緒だと思ってたけど、なに。え、これこっち以外が何、こっち以外何。あ、こっちか。では計算、うん、バン、薩摩もん。薩摩もんね。あー、なるほど、薩摩の方。薩摩も今は置いてきたわけね。今は置いてきた。まだわかんない、でもまだわかんない。正解、焼き芋です。あー、薩摩も、薩摩も。いやいやいや、すげえ速さで書いてたから。あー、西郷どんじゃん、それ。そうだよ、西郷高森みたいな。あー、そう、いや、それ、そういうのもなんか関係あるのかなと思うんだけど、違うのか。焼き芋の方か。焼き芋でしょ、これは。これ焼かれてんだね、ちょっと。まあ そこはちょっとね、あれだけど、なんかた、あ、でも確かにこうなんかアルミホイル感あるもんね、これね。こんなキャラもいるんですね。すごいね、なんかこういうのね、すごいな。焼き芋の姿をした植物型デジモン、ね、うん、チャンピオンを目指して熱のこもる特訓をしており、体がほっかほかになるほどのパッチ力とフットワークが上昇する、うんうんうん、ただ何のチャンピオンなのかは本人もよく分かっておらず、努力だけが続いていると。なんかちょっとなんか寂しい感じもあるな、なんか、うん、せっかくならなんかね、何のチャンピオンか目指してもらう。これやっぱこっから進化すんの。
まあそれはするんじゃない？完全体するのかな。いや、まあ成熟期ですね。成熟っぽいよね。成熟っぽいよね、うん、成長、うん、成熟っぽい。確かに。ああ、でもこれあれだ、デジモンクロスウォーズオリジナルデジモンコンテストみたいなので受賞したやつだったりするっていうことですね。ああ、なんかそういうのがあるんだ、うん、その視聴者投稿みたいなね。公式のデジモン図鑑には載ってますから。すげえ、俺そのデジモン図鑑見たいわ。はい、では次。はい、はい、ちょっと全問行きたいな。うん、ここまで来たらデジモン好きだったからな俺。こちら、え、こちらです。なんだこれ、5文字ですかね、前が5文字。ななななな、もんなななななもん。何これ、これ下のモンスター、ね、下のモンスターみたいな方には関係ある？いや、もう関係あります。ある、あ、じゃあ俺来たかも。俺当たるかわかんないけど、うん、もうこれだ。むしろこれ採用してもらいたい。これで上書きしたい、このモンスターの名前を。5文字ね。よし、できた。はい、はい、では調子悪い K さん、はい、いきます。調子悪い認定もされちゃってる。バーン。ハンバーガーモン。え、ハンバーガーモン。もう肉バサミ好きだね、うん、これでしょ。バサマーだからね。はい、これじゃないの？バン、ウパルパンモン。ん？ウパルパンモン。ウパルパン、ウパルパンモン。ん？え、もう一回言ってください。おい、ちょっと聞いて、ちゃんと。もう違うやん、じゃあこれ絶対。違う、聞こえづらいよね。4文字にしか聞こえないよね。違う、ウパルパンモン。ウパルパン。ウパ、ウパルパン。ウパルパン。ウパ、ウパルパパンです。ウパルパンです。ウパルパン、え？だからウパルパン、ウパルパン。もうこれ電話の弊害出てるって。ウパルパンね。お互い画面見てないから、これ見る早いのよ、これ見りゃ。これを見ろ。電話の弊害。うん、ウパルパとパンをかけたのよ。なるほどね。まあ非常にいいね、ミンセンスでしょ。だって下も上も関係あるって言うんだから、うんうん、もうこれは採用でいくでしょ、これ。正解は、はい、エビバーガモンです。うわー。じゃあ俺惜しいじゃん。バーガーはって段階、ケースさん惜しいじゃん。惜しいのよ。 0.5。 あー、尻尾がエビか。 0.5。 いや、入んないだろ、さすがに。でも上げすぎだろそれ。でもちなみにバーガモンってやつもいるんですね。あー、いるんだ。どうなんですか、違う。そうね、こちらがバーガモン。あ、めっちゃバーガモンじゃん。そう、こんな、うん、こいつをまあ知ってたらエビバーガー、さっきこっち出してもよかったですね。なるほどなるほど、うん、なるほど。エビ、そうね、エビバーガーも、まあ、0.2 ぐらい差し上げましょうか、Kさんね。ちょっと今弱いんでね。情けポイント入るよこれ。0.2? 0.2? よっしゃ。何これ、あの、ね、イニシャル D のゲームで負けてる方ブーストかかってめっちゃ速度上がるみたいな。負けてる方にそんな情け制度あった、これ今まで。よっしゃ、発導入じゃん。たがしさんがやっぱあの、うん、全然違う間違い方したんで、あの、うん、バーガーポイントを上げることにはなると思わなかったですね。いや、本当だよ。バーガーポイントあんのかよ。俺もだったらバーガー書いとけばよかったよ、じゃあ。たがしさん書いてたまなかったですけどね。ーバーガーに気づかなかったってことですもんね、たがしさんは。気づかなかったわけじゃないのよ。別に バーガーしてねえし。確かに。バーガーには気づかなかったんでね。バーガーじゃないんだもん、うん、見た目では。で、バーガーしてたらわかるよ、このバサミしてたらわかるけど、もうバサミにうるさいんだよこの人たち。もうタビちゃん見てください、タビちゃん、ぜひタビちゃんのもうバサミのくだりめっちゃ好きなんだ俺、うん、見てください。はい、はい、では次こちら。うわ、なんだっけ、もうこれこそ最初の方だよね、多分最初の方だかもしれない ね、 ね、最初の方、最初の方。これは前に2文字です。もう前に2文字。やべえ、ちょっと覚えてないな。じゃこれじゃない。うわ、ちょっとわかんないな、ちょっとわからん。はい、はい、では高橋さん。はい、わかんない。バン、ピコモン。ピコモン、なんか可愛くね、可愛いな、とりあえず、はい、うん。では K さん。バン、ハネモン。ハネモン。ハネモン。うん。正解は、ウパモンです。こっちがウパ。
こっちがウパかい。おいおいおい、もうおい、もうバーガーで完全にウパの存在消してたわ、頭の中で。ウパもんでしょ。ウパかい。こっちがウパなんだ。じゃあさっきのもうウパ入れてくれや。ウパだよ。ウパかい、こっちが。こっちがウパなんだ。なんすかウパルパって。いやいやいや、それじゃ掘り返すなよ。掘り返すな、俺高司会と。確かに、なんだろうね。ウパルパってなんだ。高司会と掘り返す。ウパルパなんだろうね。ウパルパとパンを合わせて5文字にしたんだよ。ウパルパンだろうがそりゃ。では次。はい。こちら。わ、なんかすごいかっこいいっていうか、その何？なんこれ。前が3文字ですね。え、まあでもこれじゃないじゃん。3文字？これはいけるかもしれないですね。もうまんまだね、これ。うん、まんまでしょ、だもん、きっとね。はい。はい。では、Kさん。バン。オロチモン。オロチモン。はいはいはい。うん、では、タガシさん。はい、同じ。オロチモン。オロチモン。うん。正解は。オロチモンです。おい、これはまあ ね、 これはいけんだね。これはもうそういうことだよね。おい、うんうん、でもこれ、まあまだね、だから8個なくね。8個あるよ。え、8個あるよ。どこに数えてみ、ちゃんと1,2,3,4,5,6,7 しかない。あるやん、1,2,3,4,5,6,7,8 あるやん。え、どこ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 。え、1個黒いのだよ。奥の黒いの忘れてんじゃん、あんた。奥の黒いのあんた。黒いのってどこよ。黒いのも顔でしょ、これきっと。そうね。ん？ねえ、一人だけ色違うんだよ。1,2,3,4,5,6,7 しかない。なち。なんでだよ。なんでだよ。え、黒いのいた？黒いの。黒いの真ん中にいるじゃん、だってこのでかいの黒い。その左、その左にいるの、鋭い黒いのが。その左に鋭い黒いのいる？真ん中の、な、おわもう。なんでだよ。ちょっと家まで行って教えに行ってあげてくださいよ。じゃあ、めんどくさいよ、ちょっとわかんないわ。じゃあ直接やろうよ、今日。なんで妹の日に、これ教えるためだけ行くんだよ、俺。後で教えてくれよ。僕行かないよ、わざわざ。ちょっと、まあいいか。もうそのまま行く気だ、この人は。ちょっと見つかんないから。こっちがなぜかモヤモヤしてるわ。なんでこっちがモヤモヤしながら次行かなきゃいけないの。ちょっと見つかんないから、まあいいか。なんでだよ。なんでだよ、クソ教えて。見えねえわ。教えてよ。では次。はい。こちら。うわ、すごい攻めてんな。何これ。4文字です。4文字？え？え？ 4 文字だったら、こうよ。ねえ、これしかない、そんな。はい。はい。では、ダースさん。はい。バン。ショートモン。ショートモン。うん。はいはい、ショートケーキね。うん。うん。うん、では、ケイさん。バン、ショートモン。うん。ショートモン。うん。これでしょ。今回は、ショートモンです。はい。はいはいはい。おー、素晴らしい。はい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 。あ、これは一流のパティシエを目指してショートケーキの姿をしたデジモンだと、うん、ケーキを楽しむ空間を損なうデジモンが現れれば、うん、大きなフォークを敵に突き刺すフェイストーンや頭のイチゴを飛ばすスイートベリーで撃退すると、うん、はいはい、やっぱイチゴは飛ばすんだ、やっぱり、うん、イチゴは飛ばすと でけえフォークで刺すんだね。意外とむごい戦い方するの、うん、すごいね。はい、次こちら。はい、はい、こちらですね。これあれじゃん、うん、2文字びっくりマーク、2文字びっくりマークモンです。はいはい。びっくりマーク、何2文字びっくりマーク、2文字びっくりマークモン。え、もうこれやんじゃん、これじゃん、絶対これしかないよ。え、なんでわかんの？これしかなくない？だってもう見た目もこれだし。では、Kさん。ヨーヨーモン。うんうん。ヨーヨーモン。はいはいはい。言い方合ってる？それで言い方。イントネーション大丈夫？ヨーヨーモンじゃない？じゃあ。うん、いいね。では、高橋さん。すごい後味悪い感じで練習しないでもらっていい？俺が答える前に滑ったみたいな流してるんで。そうそうそう、なんか謎の時間が生まれた今。はい、ヨーヨーモン。
ヨーヨーもんです。ヨーヨー、はい、はい、お二人ともじゃあヨーに伸ばしもってことですね。そう、ヨー伸ばしもですね。伸ばし、うん、もうこれしかないでしょ、うん、正解は、うん、ヨーヨーもんです。え？え？え、待って待って、ヨーもんです。え、でもどういうこと？YO ってこと？お二人は何ですか？ヨーヨー、カタカナのヨーと伸ばしも、伸ばしも、ヨーヨー、正解はヨーヨーもんです。いやいやいや、何これ、イントネーション問題。イントネーションの言い方問題なの？それヨーだから、それ。あ、あ、ちっちゃいつなんだ。ちっちゃいつですね。ヨーにちっちゃいつで出て、うわ、伸ばさないんだ。伸ばさないんだ。伸ばさないですよ、そりゃ。ヨーよ。いやいや、違う、知らんから、その言い方は。もう言いたいことあってんじゃん、だって。ああじゃあこの人はヨッヨなんだ。この元は、元になったものはヨーヨーじゃなくて、ヨッヨなんだ。ヨッヨなんだ、これ。なんでだよ、なんだよそれ。では次、ラスト難しいです、こちら。え、なんかまたジャンル違くないね、これ。違いますね、これはね。何これ。これはね、2文字中黒、4文字門です、うん、で、豚ってワードは入りません。うわ、もうちょっとその何、あらかじめ封じやめて。いやもうこっち帰ってんだからさ。だからマジ良かったじゃないですか。あ、違いなくて。そうか。何これ。え、豚入んないのけど、豚ワードというかね、豚ワード。豚ワードという。豚ワード。とは。豚ワード思いつけば一発でドンといけるって感じですかね。はい、できた。もう2、4でいったわ、とりあえず2、4で。はい。10秒前ぐらい前、どういうことって言ってたのに。早いんだよな。手握ってからが早い。はい、書いたけど、なんか違う気がする。では、Kさん。バン、ブーロボットモン。ブーね、ブーね、ブー、ブーロボット、ブーロボット、はい、では、たかしさん。はい、俺こっち、トンロボット。トンロボット。トンロボットも。お二人とも残念でございます。あ、違う。豚のじゃあ、あるキャラクターの名前が入ります。うん、豚のキャラクター？あ、来たかも。来たかも。どうでもいけんじゃん。いければもう一発だから。あ、来た。豚のキャラクター何の？あ、来た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 。あ、来たよ。24。来た、これだわ、絶対これ。いや、ちょっと分かんないな。絶対これだわ。豚のキャラクターって何？いや、これ絶対これ、もう、もうこれは絶対当たってる。はい、こういうことか。他の作品、はい、ちょっとな、そのまんまだぞ、これ。では、Kさん。バーン、ブリブリザイモン。いやいやいや、24システムどこ行ったんだよ。ダブリブリ、ブリザエ、そう、ブリ、ブリザエモン、ブリ天、ブリザエモン、ブリ入るわ、入るわ、ブリブリザエモンだわ。完璧じゃん、完璧じゃん、それ完璧でしょ。ブリザエモン、完璧だわ。ブリ、ブリザエモン、ブリ、ブリザエモン、入れたら別のパクリじゃないもんね。気持ちいいわ、確かに。はい、では高橋さん、さすがにこれだと思う、うん、バン、チョ、ハッカイモン。超八回も。超八回でしょ。あ、そういうことか。うん。正解は超八回もんで。うい、おい、やったー。すごいよね。こんなのもいいんだね。すごいね。女性型のデジモンらしいですね。豚の着ぐるみを着たなんか謎の。ね。ということで高橋さんの勝利、はい、かな。わかりました。でございます。はい。はい。まあ、みんな知ってそうなデジモンの名前のやつもね、ありなのかもしれないですね。ああ、そうだね、ほんと初期のね、うん、ああ懐かしい系ね、いいじゃん、うん、それもやりましょう。うん、はい、はい、またこれだったらやりまーす。よろしくお願いします。はい、はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ですチャンネル登録お願いします。メイちゃん、タビチャンネル、ともども見てください。いつも見てください。明日も私もまたね。ブリ、ブリザイモン。
うん